いやー、久保さん、秒速っすね。今回は、視聴維持率100%の動画を作る方法です。視聴維持率。ね、あの、YouTube をやられてる方だったら、視聴維持率が大事だみたいなね、めちゃめちゃ聞くじゃないですか。うん。100%、視聴維持率で。久保さんのあのね、カスタムサムネイルはね、変えた方がいいんじゃないですかね、これ。あの、都市伝説ラジオとかにした方がいいと思いますね。 僕がやったのは4周年記念ラジオっていう、もう本当四4周年記念ラジオっていうね、もうカスタムサムネイルにもなんだ、ババンってもうラジオですっていう風にわかるようにしたんで、これだと動画なのかなっていう、多分離脱する人いるでしょうね。だからクリックする前からもうラジオっていうのがわかってる状態ですよね。うん。で、あとタイトルにもラジオも書いてあるし。そうするといいと思いますけどね。うん。 で、今回、視聴維持率なんですけど、まあ、そのラジオなんですけど、単純に、その、もうすぐね、4周年記念ラジオやった時に、もうラジオを僕はイメージしたんで、ラジオって何やってるかっていうと、リスナーさんからこんなの届いてますって話なんですね。なんで、その通り、その、それをパクってね、もうラインアットで流して、で、4周年記念ラジオで、4周年記念ラジオで聞きたいこと、まあラ、ラジオじゃないと聞けないようなね、 なんかその違うやつでも全然いいですよっって、まあ違う結構いろんな来たんですよ。10件ぐらい来たかな。で、それで流したんですよ。で、視聴維持率100%って何かっていうと、そのリクエストした人って聞きたいわけじゃないですか。聞きますよね。僕 <laughs> 聞くんですよ。視聴維持率100%ですよね。一人、一人ですけど。<laughs> だけど、一再生ではないですね。 で、あのー、ラジオに関しては、垂れ流しで聞くっていう,う傾向がありますんで、どちらかというと、あの他のユーザーもー垂れ流しで聞いてくれるので、維持率は非常に高いです。じゃあ、維持率が高いとどうなるかっていうと、勉強されてる方は分かるかもしれないですけど、チャンネルの評価は上がりますよね。要は、おすすめとかに出してくれやすいってことですね。これ、実際にこれ、ラジオではないんですけど、ほぼ顔が見えない。 だ今年か、今年都市伝説の僕動画2万回、2万、8、3万回ぐらい回したやつがあるんですけど、話すときが来ましたっていうね。これちょっと意外でしたけどね。多分3万回ぐらい回ってんじゃないかな。ちょっと見てみましょうか。話すとき。これも怪しい感じで都市伝説なんですけど、うん、あ、28,500回ですね。回してますね。うん。あとは、まあ、これ1回当たったんで、 あのシリーズで5本か6本撮ったんですけど、そ,その後は 1000, 1000回とか1400回とか1500回です。この当時あの、コロナがバーってきて、で、そのコロナのなんか陰謀があるんじゃないかみたいな都市伝説がすげえ結構バズったんですよ。うん、だから、SEO 的にはあー、なんだ、まあ一応都市伝説ってキーワード入れましたけども、 でもね最初ね、ねこれび驚くデータがあるんですけど話す時が来ましただけなんですよ。で、いきなりバーンと上がったんででそれにブーストっていうかじゃあキーワードもっと追加してみようって都市伝説で言いましたけど多多分その多分ねおそらく話してる内容もある程度はあ Google さんがなんかもう解析できてるんじゃないかなっていうのはすごく感じましたね。 話すときが来ましたっていう、これに関してはキーワードで、これ検索しようがないですから。で、まあ、YouTube のデータ見てると、ほぼ8割9割 YouTube のおすすめに出たっていう。うん。で、じゃあ動画の内容何かっていうと、サングラスかけて、もうほぼ真っ暗闇なんですよね。これ多分ラジオでもいけたと思いますけどね。 だ都市伝説系とかあの、まあ、昔からそのみ宮川淳二さんだったかななんとか淳二さん怪談の,の話あるじゃないですかただ怖い話とかも多分ラジオの方がより想像をかきたたせるのでいいんじゃないかなっていう怖い話系ですね怖い話みたいなうん 都市伝説でしょ怖い話でしょあとなんだし怖い話の中でもいろんなカテゴリーありますけどね、ホラー。うん。まあ、あともっとなんかセグメントしていくんだったら ASMR、音のやつですよね。うん。まあ、これはもう、音の、遊園地とかにも、その、音の、ホラー、めっちゃ怖いやつありますけどね。だから、裾野を広げていったらいろんなテストできると思いますけど。 まあ、とりあえず、視聴維持率上げる簡単な方法としては、あ、リクエストもラフってことですね。うん。はい。まあ、早いですね、久保さんね。久保さん、早い。<laughs> 秒速じゃないですか、秒速。うん、やっぱね稼、稼げる人っていうのは、ね、早いですね。早いな、はい。これぐらいのスピード感覚じゃないと、人生は早く変えられないですよ。いってらっしゃい。